はい、どうも皆さんこんにちは。ピオツキチャンネル、プネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら、カーボンローラーです。イエーイ。軽めの取り回しのローラー、射程が短く、まあ火力もそこまで高くはない、近距離で結構近づいて角位置だったかなっていう感じ。射程は短いです。で、塗り進み速度と振る速さが速いものです。軽い分取り回しも全部軽くなったような感じ、攻撃も軽いよみたいな、そういう感じです。サブにロボットボム、スペシャルに触腕ダーがついています。触腕ダーと相性がいいって言われる武器の一つですね。もう一つは北斎とかね、ノバブラスターとかそういう系、こんな感じでやってうらーっていう。あとはまあこう速いですからね、この速さ、まあ近づいて近距離してくるっていう、まあだいぶ嫌な敵の、嫌な武器のね一つですよ。で、確一するには本当に本体を当てなきゃいけないので、そんなぐらいかな。これくらい離れてると、まあ確二ですけれども、この振りの速さで、まあインク自体もここまでね短い感じではなく、波のシューター並みには飛ぶので、そう考えればまあ強い武器なんじゃないかな。で、まあ今回ギアの編成は逆境、スペゾサブの方はね厳選しておりません。ということで今回はこれを使ってガチエリアやっていきたいと思います。ガチエリアで後ろに引きこもっているやつらをバッタバッタしていくというね算段でございます。バーンバーン、ちょうどねこれで一発なんですよ。100ダメージ、これで98とかだったらね扱いづらいとは思うんですけど、あ、扱いづらいとはなんかほぼ疑似格ですけど、敵がこのインクを踏んでたりしたら確定一発みたいな、そういう感じになりますけれども、まあでもそれでもねもうぴったり100でこの速さですからね。だー、これは強いぞその代わり、まあさっきも言った通り射程が短いのと、いるだけでね触腕ダー警戒されるので、まあ飛びまくるのはいいですが、それでやられると、まあ、結局は人数不利になりますので気をつけましょうという感じ。だが触腕ダーが刺さればね強くいけるので、もう最悪周りをね飛び回る小映え並みでもいいので頑張りましょう。ってことでこちら側の編成はゴッツガロンとスパッタリー。なんで当たった、今かわしてなかった、来たの分かってたからかわしたと思ったんだけどな。こちらの編成はスパッタリー、カーボンローラー、ゴツガロン ×2、 敵さんはスプラローラー、スクリュースロッシャーで、ヒーローシューターのギンモデラー、ロボットボム、ほーい、ほっほっ、オッケー。確位置取れてなかったな、ちょっと射程からは外れましたか。ショックワンダー、なんか味方やられてなかったか、やられてるね。やべ、逃げましょう。味方さーん。はっ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 。遠い遠い遠い、こういうのが一番厄介キルを取りに来るんじゃなくて、ただただ撃ってそこら中を飛び回ってる、いやー厄介なやつ、やだよね。さあ敵からすれば取り回しが重たいものは特にいないので、あ、やれたわ。ロボットオームとして効果は薄いって今言おうと思ったところだったんだけどな。じゃあじゃじゃんじゃんじゃん、はい、と振ります、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 振ります。遠くからやってくる長射程キャラがいないのでね、まあそこまでなんか嫌だなってこともないな。よいしょっと、よいしょ、よっ、よー、よー、じゃあ飛びます。ここで嫌がらせしてるだけでね、敵からすれば前線上げづらくてしょうがないですからね、上げたくねーっていう状況になります。カ忍者よっ、さすがに枯らせないよ、分かってるよさすがに。うわー怖っ、かっこよく言ってる時ぐらいはかっこよく決めさせてくださいよ。ほい、うーん、まあナイス玉で止められましたか。まあまあまあ、おー、ワイパウトナイス。さあロボムで頑張りましょう。よし、引いたよっ、よっしゃい。まあ
職バンダー自体はおまけですね、あくまで。今回味方が強かったな。オツガロン二人がうまくキル回してくれたんじゃないかな。注目された、ハエのように飛び回ってたから、あいつやべえ、なんか飛んでるみたいな感じで注目されただけでしょ、それ。見せ物だよ、見せ物。見せ物じゃねえんだぞ。ちゃんとお前を倒しに来てる資格だと認識してくれよ。サーカスのね、曲芸師みたいなもんじゃないんだからね。まあ、勝ちは勝ちです。注目された時間ナンバーワンって明らかにさ、キル取ってたの他の人だったのに注目されてんのおかしいよね。さあ、スパタリさんが活躍してたのか。エナスタ1回だったから、ギア構成ちょっと気になりますね。もうメイン効率とか、そういうのやってたのかな。それともなんか、もう、プレイヤーの技術でやってて、ただただ、その、前線に出すぎてたから、あんまり前になかっただけとかの可能性もある。この距離とかだとね、火力がだいぶ低くなりますけど、まあ、縦振りだったら届くよ、みたいな。でしょ。これだったら確認。の代わり、横振りだと範囲は広いけど、あ、ここだとちょっと言いづらい。ここぐらいか。これだったら、まあ、低いよ、っていう。まあ、とっさにこうやった時は耐えられることが多いですね。なので、まあ、近づいて、バシューン。正直まあ、あんまりね、イカ忍者使ってようが使ってまいが、近づいてくる人はね、乱戦時にはあまり気づかないものですよ。だから、こう、イカ忍者って、見えないからこそ、すごい警戒度が上がるんですけども、ローラーってだけでね、もう潜伏云々はそうですし、ローラーイコールイカ忍者持ってるよねぐらいの感覚できますけど、おい、さすがにそこバレるよ。今、しぶき上げたもん。二人落としましたけど、シャプマさんですか。性格無比でいきますね。さあ、敵さんの編成はスプラシューター2つ、シャープマーカー1つ、そしてバリアブルローラーですと。バリアブルローラーが裏取りしてくるのが分かりましたので、頑張りましょう。塗ってね、塗ってあんまりやらせないようにいたしましょう。よいしょ、乗ります。来るかな。一瞬敵かと思ったら味方じゃん。味方さん、ほい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 、イエイ。ここ痛かったな、本当は。やば。てかあれなんだね、味方のところにこれ飛ぼうと思った時にちょうど、食ワンダー使ってると、その戻ってくる近くに飛ぶようになってるのかな。まあ、さすがにそうか。じゃないと、明らかにおかしい。ボイチャしてる人おかしいぐらいの位置に飛ぶことになりますしね。よいしょ、逃げまーす。あくまで敵さんをね、多く、ところまで入れないのを目的としてるので。いるね。いる。やばいよ。よいしょ。さすがにさ、来るの分かってればやれるんだよ、僕だってね。イエーイ、ワーイパウト、ナイス。よく食ワンダーの最中で間に合ったな。ちなみに食ワンダーっていうのはね、こうやってもうやったら使ったら飛びましょうみたいな感じで見られること多いですけど、そういうもんじゃなくて、ただインク回復に使う人もいますからね。その場から何も動くことなく食ワンダーって使えるので、一回復みたいな感じの用途で使う人もまあまあいます。まあ便利ですしね、これ。そしてまあ何かと便利。ほいっと、ボムだよ。オッケー、勝ち。いい感じにやれたんじゃないかな。まあ食ワンダーっていうよりかは、食ワンダーはただそこら辺を飛び回ってたハエ。ひどい言いようだけど、自分で自分のね、評価をするならば。おー、でも耐えたダメージ。まあ食ワンダー狩りをされたのがちょっと嫌だったかなーっていう感じ。それのせいでワイブアウトまで持ってかれましたからね。あれの時にちゃんと敵がいることを想定して、振るっていうのを覚えておきましょう。こういうローラー系は縦振りで角位置を取れる武器なので、戻ってくるときにもちゃんと敵がいるっていうことを想定して、まあいないって考えて、確実にいないって分かってるならいいですけど、
あとは、これ。これもね、角2で弾けます。なんで、バシャーンってやって、ちょっと、間違えましたけど、ちょっと離れたとこからバシャーンってやった後に、こうやると弾けるんですよね。こうやってバシャーンっていう、この動きができるので、まあ、ちょっとね、カーボンやりづらいんだけどっていう方がいたら、こうや、こう、普通にバシャってやって弾くっていう動きとか、まあ、あとはもう一発撃って倒すことを意識せず、弾きましょう。もう相手からすればローラーっていうのは近づいたら嫌なので、敵も逆方向に移動します。なので、敵の射程よりも早くこっちが射程外に逃げれば倒されることはないので、基本的にはね、スペシャルとか例外は除きます。超射程武器とか。ですけれども、まあ、この部分はね、気をつけてればなんとでもなるさーという感じ。てか、今回編成すごいですね。敵の編成が、ゴツガロンが2、スプラシューターが1。で、サブローこれ、イカ忍者イカ忍者、サブ効率サブ効率のパブロ。ほう、メインじゃないんだ。より長くバシャバシャしてたいとか、そういうのでもなく、サーブ効率とは、そりゃまたびっくりな。やべ、狙われてら。どっからパブロ入ってきたんですかね。やべやべやべ、なんかすごいこちら側の陣地がやられてる気がするんだけど、気のせい。よいしょっこらしょっとべっよし、ワンダメージくらいだったら OK。 まあ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 、パブロさんがすごいバシャバシャ振ってたな。ボム一つでも置いて、おーい、ポーポー、やば、結構3カウントで止められたのか。わー、極限だやばい、やられ、笑ってねえで。よし、ナイス、セーブ、クイッ、ボム警戒。おい、やられただろ。オッケーオッケー、この位置は安全だぞ。一応ボム置いとくね。敵からすれば向こうはメガホンレーザーとか撃ってくるとわけわからなくなってくるんだよね、向こう自身も。でもちょっとやられすぎじゃない？はい、ほーほー、よし、で、パブロ警戒、パブロ警戒。パブロさんが一番怖いので、よし、ワイパウトナイス。じゃあ私行ってくるね。はい、ほほー、よいしょ、ひょーっと、よっしゃい。嫌でしょう直アンダーで着地狩りするっても、ま、なんだかなーっていう感じしますけど。まあ、勝てりゃいいよ、勝てりゃ。どっから今飛んできたの？イェーイ。おー、連勝ですよ。もしかしてカーボンローラー強いのでは？最近あまり見なくなったんですよね、カーボンローラー。全部銀称号なんだけど。よし、まあといってもね、着地狩りの性能はやっぱりまあローラー種だから、ちょっとやりづらいはやりづらいですけど、他のものと比べたら高いですしね。キル8のデスにはまあ有能じゃないかな。次ラストにしましょう。お、熟練だ。さあ、全員継続する。おー、キル的には下から2番目ですが、デスがね、1位タイなので、いいですね。食ワンダー使っててこのデス数だから、少ない方じゃないかな。あー、1人、あれの、ゴツの人が落ちちゃいましたね。お、土壌すくいしてる。土壌すくいしてるなぁ。いや、もうこの動き絶対土壌すくいでしょ。はぁ、はぁ、みたいな。あ、消えた。え、消えた。消えた。え、あれ闇の狭間に消えたぞ。あ。さあ、追加で誰が入ってくるかですね、これは。
さあこれでゴツじゃないか、ゴツじゃないですか。おっと長射程いるぞ、気をつけましょう。敵さんすごいな、ナイス、警戒していきましょう。そしてこの編成であれば逆に刺さるぞ、職番だ、気をつけていけばいい。えい、シールドが2枚あるからちょっとデス数少なくなりがちですね。はい、敵からすればねロボムが一番邪魔だと思う。シャプマさんがいるから結構やりづらいけどね。ロボム、このステージはもう裏取りしてくるようなもんだからな。よっ、よし、カニタンクはやった、だがカニタンクでやられた、じゃあダメじゃん。一番今回カモにできるのはリッターさんですね。なぜかっていうと、まあそのノーチラスはチャージキープができたりしてとっさに打てたりするんですけれども、リッターさんはそういうのがね基本ないので、まあ、チャージキープできますけど基本的にはねそんなことをすることはあまりない。チャージキープをするよりももうなんかわーってやっていつの間にやらなんかポポーンってやられてるっていうのが多いんじゃないかなっていうのが個人的な見解。じゃイエーイ、よし、うまくヘイトだけは向けられたんじゃないか。ノーチラスさん完全にこっちかかりっきりでしたしね。よっ、逃げまーす、やったぜ。これは誰をやった、リッターの人か。よっしゃい、これはいいよ。いやもうここはデスしてもね射程があれだから近づけるとき近づかないといけない。ただまあロボムがすごい綺麗に刺さってますね。よっ、ん、あゴツの発射レードか今。オッケー、いい感じかな。ほうほう、イエーイ勝利。途中でカウント今止められる感じのやつが雨降らしで出ましたけど、もう遅いんだよ。僕はこのみんなで最強となって暮らしていくから、お前らのところにはもう戻らないんだみたいな。よし、バトルナンバーワン、味方のジャンプ先ナンバーワン、誰飛んできたそもそも誰飛んできてた今、ナンバーワンって言われてもな。さあということで勝利です。いやー強いですね、全勝か。4キルでバトルナンバーワンですけど5勝達成全勝ですよ。おお、終始だいぶプラスになりましたね。おお、 S プラスの1まで到達できるこれ、いける、おお楽しみですね。ってことで今回はここまでといたしましょうか。もうまさかの全勝ですよ、すごっしかも全部ノックアウト。まあ多分この最初からずっといてくれたゴツさんが頑張ってくれてるのはね、まあ確実にあると思います。でもそれをさ差し置いても、てかゴツさんと途中の2戦目からずっとゴツの人1人とフランスパンさんとガラパゴスゾウリムシさんガラパゴスゾウリムシなんだ、ゾウズ、ゾウガメじゃなくての人がね、まあいい感じに牽制してくれたんじゃないかなっていう感じですね。僕自身の実力はそうでもないですからね。まあ頑張れたとしましょう、自分は褒めよう。ではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。